シブクマール、シャルマシブクマール、シャルマは、北インドの古典音楽である、ヒンドゥスターニー音楽を代表する、サントゥール奏者。北インドのジャンムーカシミール州の宮廷音楽家で、アッタウマー、ッドットシャルマの一人息子として生まれたシャルマは、幼少から、ヒンドゥスターニー音楽の声楽と打楽器タブラの英才教育を受けた。14歳の時、シュリーナガルの全インドラジオ曲、 オールインディアラジオで、専属の音楽家として働いていた父から、カシミールの宗教音楽であるスーフィアアナムスイキーの伴奏楽器として演奏されていたサントゥールを与えられた。この時、父はシャルマに言った。将来、サントゥールは、シブクマール・シャルマの代名詞になるだろう。だから、U を生み出しなさい。そうすれば、パイオニアとして、人々に称賛されることだろう。 シャルマの最大の功績は、それまで古典音楽では使われていなかったサントゥールを、インドを代表する古典音楽の楽器へと築き上げたことである。しかし、実際のところその道のりは平坦ではなかった。古典音楽のラーガの演奏は、声楽を基礎にしているため、声を模写した音を引き伸ばし、音程を上げ下げするミーインドという奏法が重要であった。しかし、 サントゥールは木の胴体に張られた弦を叩いて音を出すという構造上の問題からビーインドが困難であった。そのため当初サントゥールの演奏に対する人々の反応は二つに分かれたという。つまり新しい音楽の誕生を喜ぶ人々とそれまでの固定観念に縛られシャルマの演奏に批判的であった人々がいたのであった。そのような様々な声が渦巻く中、 シャルマはサントゥールの楽器としての質を向上させ、バチさばきによって歌を歌うようなミインド奏法を編み出し、独自の音楽スタイルを確立していった。それはメロディとリズムがバランスよく、高いクオリティで融合された完美な芸術音楽であった。シャルマは国内外の様々な賞を受賞している。ありがとうございます。